今日はですね、なんと渋谷の109さんにやってきました。イエーイ。渋谷といえばもう109っていう感じで皆さんも知ってると思うんですけど、なんと109さんが40周年を迎えたそうで、おめでとうございます。はい、そしてなんかすごくリニューアルされたそうなので、どんな感じに変わってるのかなっていうところを見ながら、今日はお届けしたいなと思うんですけど。そう、あの渋谷109が40周年を機にリニューアルしたのを知っていますか？90年代から2000年代、日本の若者ギャル文化を牽引した聖地渋谷109が、今やきれいめ系女子が出入りし、より現代のニーズに対応すべく劇的に変化しているんです。そんな渋谷109がどうリニューアルしたのか、モデルの前田のぞみと椎名ひかりが徹底リサーチ。カジュアルになったよね、ラフ、映える、全部が映える。さらに渋谷109でこの秋流行る最新コーディネートとは。すごい、今回のかわいいジャパンダはギャルの聖地渋谷109の今を徹底調査だ。6人のモデルたちが気になる日本のトレンドを世界へ発信する番組、かわいいジャパンダ。